はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんに、隣の楓です、これですね、マイクをどうしようかというか形なんですけど YouTuber の方なんかで機材を紹介する方々が多いですよねもちろんあのヒカキンさんやセイキンさん、福井のカズさんなんかも携帯でも使えますよっていうようなマイクを紹介していたりしますけど、専用だったりとかするんだよね。で、これいいなとか思って、Amazon さんのそのホームページに行ったら、これは iPhone しか使えませんとかって書いてあるんだよね。どうにかして繋いで繋いでっていう感じでやれば、なんとか Android でも使えるんだろうけども、やはり iPhone を主に扱ってるところが多いのかなと思っちゃうんだよね。やはりイヤホンマイクでやった方がいいのかなって思うんですよね。で、私のように YouTube を始めて数ヶ月ぐらいしかやってませんけど、やっぱマイクって気になりますよね。ちょっと買おうかなと思ったりすると、やっぱり1000円ぐらいで買えるのもあれば、本当に2、3000円で買えるのもあるし、でしかもその1000円ぐらいを使ったレビューした方がこれは使えないとか、1000円ぐらいのやつをね、だから本当にね、そもそも買おうか買わないかっていうのもあるし、買ったとしてもどのくらいの値段のものを買ったらいいのかっていうのがちょっと悩みどころで、っていうんだろう、その小島さんだったり野島さんだったりのそのマイクを売っているところだとやっぱりないんだよね。スマホ用のマイクっていうのがね、あってもそのイヤホンマイクしかなかったりとかして、一応ね、マイクって言うとやっぱカラオケのだったりとか、あとパソコンで使うようなマイクしかなくって、って感じなんですよね。だから本当にコアなそのヨドバシカメラだとか、あと秋葉原に行った方がいいのかなとか思っています。もちろんね、神奈川県内のさっき言ったヨドバシカメラだとか、そういう専門店が多くあるところに行けば多分あるんだろうけどね。
まあ今のところはね、不自由はしてないんですけど、やっぱり YouTuber の方々がね、商品紹介してると気になるし、で今ね、ムービーカメラで、撮ってる方も多いけど、やはり一眼レフカメラ、でかくてごついやつですね、あれでも動画でやってる方なんかが多くて、それ専用のマイクとかが売ってたりするんですよね。だからそれもちょっと気になってはいるんだけども、そこまでね、登録者数がないので、もうちょっと人が増えたら、それなりのその機材とかを買った方がいいかなとは思っています。いずれかはパソコンのウェブカメラで、ちょっと待ってね、カメラ買わないで、ここにある、すごい汚いな、ここら辺にさ、カメラがあるじゃないですか、パソコンのさ、でここら辺にマイクがあったりするんだけど、本当にね、パソコンのカメラだけでやろうかなとは思っています。でその時もまたマイク問題がまた出てくるんだろうけどね。またその時はお話しするかもしれませんけど、おすすめのマイクを教えていただけたら幸いです。それでは皆さん、さようなら。